韓国アイドルグループにはそれぞれマネージャーというものが存在します。マネージャーの仕事は運転、スケジュール管理、安全管理など多岐にわたり、グループの規模によってマネージャーの人数も変わります。しかしマネージャーの給料は決してよくありませんし、アイドルの召使いのように扱われることや罵詈雑言などのパワハラを受けることもあります。しかしそれとは逆に、韓国アイドルを脅かすマネージャーもいるというのです。エスパのマネージャーはもともとオタク嫌悪の部分があり、ファンの顔を拡大撮影して嫌がるカリナに付けつけたり、カリナの画像を SNS に上げさせず独り占めしようとしたりして、ファンからエスパの品格を下げる行為だと批判されました。このようにアイドルのマネージャーは普段から行動を共にするために自然とアイドルの距離も近くなるので、 NCT の場合はメンバーのヘタンとメイク担当のスタッフがお互いに履いていた靴を交換していたということで、一部のファンから近づきすぎではと熱愛を疑われたし、またビビジのマネージャーはメンバーにマネージャーではなくオッパと呼べと言い、メンバーに写真を撮ってくれと言って撮った写真やメンバーの私物を個人のインスタグラムにアップロードし自己顕示欲を満たしており、本国の反応も圧倒的に悪かったです。またブラックピンクには個人でマネージャーがついているんですが、ご存知の方も多いように2020年には長くリサのマネージャーを務めた方が海外出身で騙しやすいリサに詐欺行為を働き10億ウォンもの大金を騙し取りました。他にもただでさえ大人気のアイドル BTS とブラックピンクの中に注目が集まっている中で、ブラックピンク自身のマネージャーがインスタグラムで BTS ズーの写真にハートをつけていたことで、2人に何か関係があるのではと韓国の掲示板でランキングするほどの物議を醸しました。他にも V、リサ、パク・ボゴムはパリのイベントに参加するために多くの記者やファンが待っている韓国の空港に来たんですが、マネージャーの遅延やスタッフの通達不足のせいで V が急いで車に乗り込まなければならず、ファンへ挨拶もできなかったのですが、こんなに待っていたのに挨拶の一つもしないのかと批判されました。またサバイバル番組で誕生したワナワンのマネージャーを務めていた方は空港でファンを突き飛ばし、さすがにやりすぎなのではと批判を受け、先月には TWICE の運転を担当するマネージャーがスケジュールのためか急いで出発しようとするあまり、そこから来ていたバスとぶつかりそうになり、後ろに乗っているメンバーが危険な状況にさらされました。プロミス9も最近交通事故に遭いましたし、メンバーのみんなに何かあったからでは遅いですよね。アイドルの肩や腰に手を回したり髪の毛を引っ張ってようになり、アニメを見ながら運転するマネージャーなどもいます。しかし、ブレイブガールズのマネージャーは退職した後にも、当時のブレイブガールズの頑張りを SNS にアップロードし、やっぱりブレゴルとグループのイメージアップにつながりましたが、そんな一方で、このようにマネージャーの行動でアイドルの評判にまで傷がついているのも事実で、マネージャーの私利私欲のためにアイドルが傷ついている状況といいます。やはりそのアイドルに似合ったマネージャーがつくというのは本当なのでしょうか。